さあということで実況のみーちゃん対するは、今吉さんとなります。菊津くん喋る？せっかくなんで喋ります。ところで町内出ました。配信 PC 担当の総帥さんがもぬけの殻なんですが大丈夫か？そんな配信で大丈夫か？全然違うとこ配信してる。これ出てくる会社の名前が全部違いますね。町内と爆裂は同じです。さあ町内、このゲームはレバージャンプがありません。レバージャンプがない、はい、さっきの爆裂で改良されてコンフィグでレバージャンプできるようになったんですけど、はいはいはい、上をジャンプに設定することができません。ちょ、キャラセレ画面とは思えない画面ですね、今の。すごい綺麗ですよね。でもあれが限界です。みーちゃん、なんか最強キャラ。さあ、なんか爆炎流投げてますけども。かっこいい。なんだよそれ、なんだよそれ。リーチ投げるのこいつ。しかもみーちゃんが、しかもなんかソウルキャリバーみたいなの持ってますけど。長い長い長い。いやでも今岸さんもドットでなんか見切ってますね。ギリ外側にいますよね、うん、おっとこれみーちゃん来るか、飛び込んでいくか。いやー撃ち落とされる。飛び道具の前に何もできず、飛び越せない飛び越せない。さあさあ外側から来る。さあワンチャンあるのか、あるのか。当たった減った。画面端みーちゃんが、みーちゃんが逆襲して追い詰めて、画面端追い詰めて。飛び込みよ、読んでなかった。おっと接近戦になった。あれ死んだんですか、ね、あ、死んでたんですよ。みーちゃん勝ったようです。さあ、みーちゃんが岩木さんをリード。さあ、ラウンド2。飛び道具打つまでに寄られてしまった。これ画面手前にいろんなキャラクターが見てるの面白いですね。あの金ちゃんが金ちゃんが発明した手法です。え、大阪大阪、これが初代、これ初代みたいですね。これが初代の、おっと、これが初代の、タイトルということで、まだレバーでジャンプしないゲームだそうです。なんかフラッシュソードみたいな当たってフラッシュソード。ジャンプ低いな。これ市内じゃなくて木刀ですよね。木刀ですね。ガチですね。殺す気満々でやってますね。いかついですね。なんか噂によるとこのクノーというキャラはなんか完全に密着されると打つ手がなくなるっていう話を聞いたんですけど、じゃあこのギリ外側で飛び道具打ってるか乗っちゃうかっていう感じでしょうかね。そうですね。さあ、ワンピーガーのみーちゃん、これ飛び道具は削りがあるのかな。削りはない、削りはない。ヒットしない限りは知らないが、差し込めず。さあ1対1、バンダナで完封しました。さあラウンド3。さあラウンド3なんですが、やはり飛び道具を 2P 側量が巻いていく。さあ接近戦になった。おっとこれ追っ払う。さあみーちゃんとしては、市内のギリギリ届くあたりを維持したいか。これはでかい人と入って飛び込んでいった。投げが入って、あ、これ投げが入って、投げが入って、これは何なんでしょうか。これはド密着だと打つ手がないっていう状態です。ちょっとミスって脱出成功したみたいです。さあ体力で劣るみーちゃん、攻めなければならない。積極的に画面端に追い詰めるが、飛び道具が飛んできた。さあ削りダメージはないので、ゆっくりゆっくり自分の前に接近したいが、対戦相手もやり込みで前の外。おっとここでしゃがんでいる。必殺技重ねるか。中段当てて投げが決まって、死にました。さあ2対1で勝ったのは、今吉さんですね。さあ2ゲーム目何を選ぶんでしょうか。
さあみーちゃんが選ぶゲーム、それはおっとこのタイトルということは長期乱舞。さあこれは、3作品目、岩木さんやり込み勢なんで。さあみーちゃん何とかできるのか、にわかの凌駕で荒らすことができるのかというところです。にわかの凌駕で対する女ランマですね。さあルーレットセレクトで清水寺、女ランマルーファスみたいな急降下する蹴りと、あなるほどなるほど、超速い小足とその他もろもろ。じゃあ 2P 側はちっちゃいルーファスであるとあルーファスですねこれ。さあ3作品目はコンボゲーになったということでやり込みが問われる感じでしょうか。さあ細かく、さあこの急降下キックガードさせてから画面端で攻める、ピヨってコンボが決まってすごい減り方をしている。さあまだワンチャンあるから、さあみーちゃんチャンスを作りたい。ゲージたまらないですけど、なんかいっぱい、焦点波残った残った残った、さあ残った残ったということはどうなる。絡めてしまいました。スカリを取って、さあ女の子一本勝利。さあラウンド2、ワンピーがみーちゃん追い詰められた。しかしみーちゃんここで、2ラウンドを連続して取れば再試合に持ち込める。みーちゃんとしてはこれ2本連続で取りたい。ただ接近戦、壊し壊し壊し、ダイヤして割り込んで、火力はやっぱり凌駕の方がありますね。当たった、すごいのが入って当たった、ピヨタがピヨりました。わあコンボミス、これどうなるか。対空で落として凌駕荒らせましたね。荒らしますね、ワンチャンありますね。さあこれみーちゃんとしてはね、ここでラウンド取って再試合に持ってって3試合目で倒したい。3試合目種目どうなるんですかね、爆裂さあそうはさせないと言わんばかりに。さあこれ固められてる感じでしょうか、これ今のガード崩しですね。飛び込みから積極的に攻めていく、これもらうとそろそろピヨっちゃいそうですかね。ガードガード、なんとかしのいでいる、なんとかしのいでいる。おっとこれ振ってきたか、みーちゃんがワンチャンを逃したような気がする。みーちゃんがこれはやられたか、ピヨったコンボが最後まで決まって勝ったのは、2対1で今吉さんです、おめでとうございます。ということでじゃあこれでベスト4、ベスト4が揃いました。スーファミのランマ大会、ベスト4が、揃いました。では行きましょう、準決勝。準決勝第1試合、ゆいけいさん対、きくずくん。あーやっぱり町内やった時にくのうじゃなくて子たちしときゃよかったかな。あそういえばですね、このランマ大会、商品出るんでしたっけ。あーどうしましょう。もちえくん、もちえくんいる、商品出ますか。ランマ大会商品何出すんだっけ。これから決めます、これから決めるので頑張ってください。あ物がなければ俺がなんかコンビニで買ってこようかなと思う。いや確か物はあったはずなんで。あそうなの、じゃあ大丈夫、何かお渡ししたいなと。あではフリーズした？あ、コンフィグしたい。あ、じゃあもう一回あのソフト出してリセットで OK でしたっけ？あ、はいはい、じゃあそれでいいや。さあ、現在スーパーファミコン版ランマ2分の1、3種目合同トーナメントの、準決勝第1試合まで、来ました。ワンピー側に、やり込み勢関西から、来てくれたゆいけいさん、関西から来てくれたのに今日日帰りで帰っちゃうんですよね。なんということでしょう、明日までいてほしかった。よろしくお願いします。さあ、で 2P 側には、おなじみ、関東キャリバー勢の、キクズくん、いじられ役の、いじられ役のキクズくん、いじられればいじられるほど、喜ぶキクズくん。さあ同キャラ戦マリコ対マリコになりましたね。これはもうあの
空中での飛び道具の入力精度の高さとあとコンボ精度の高さがすごく問われます。まあ、さっきのね、試合見てたところこうなんと爆制覇ですか。あ、入れてないですよ、出てないですよ、出てないですよ、出てないですよ、危ないですよ。さあ、なんと爆制覇の下から攻撃する。さあ、爆制覇、お、爆制覇結構下の方でも判定ありますね。そうですね、あ、しかもね、この技の臭いところは上りと下りで同時に両方出せるんです。同時っていうか、上りながら一回出して下りながらもう一回出せるっていう、こうすごい爆制覇ですねダブル爆制覇。あ、ようやく出ましたね。あの、結構入力がどういう入力だったかな、結構変な入力なんですよね。前から上に波動拳の入力だったかな、なんかそんな感じの変な入力だったんで出しにくいんですね、すごく。それを出せるようになると強いの。そうです。さあ、これピオリが近いんじゃないでしょうか。さあ、投げに行ったが投げ間合いが近すぎて投げれない。このゲームはあの投げ間合いが決まってまして、近くてもダメ遠くてもダメっていう、あの非常にやり込みがないと投げもできないっていうゲームになってます。おっと、空対空飛び込んでいく、まさかのやり込み勢を食ってしまうのか。おー、食った、上からドロップキック合わせていった。これ 2P が木くず君が一本選手、まさかのオイルキャリバーだけではなかった木くずさん。さあ、ラウンド2になります。さあ、マリコ同キャラ戦、どちらが爆制覇で固めるのか。さあ、爆制覇飛んでいったのは 1P 側、ゆいけ。さあ、赤い方が木くず君、白い方がゆいけさんですね。このピョコーンと飛んでくるやつはこれ何なんですかね。何だったかな、必殺技だったか特殊技だったか忘れたんですけども、基本小足で小パンでこうやってこすってこうコンボに組み込む、そしたらピオルンです。怖いですね。そう、いいゲームですね。あーっと、キクズ君爆制覇の入力に失敗している。バトンカッターでガンガン固めて、こうなると脱出がすごく難しいですね。おっ、なんか気がついたらいい勝負になってる。あー、カウンターヒット、あ、カウンターか。マリコは火力がそんなに高くないので、まあ、ターン維持能力が高いっていう感じですかね。そうそうそう、どっちかというとあのバコンボでこう取っていくのもいいんですけれども、あのバトンカッターを出してる隙に単発叩き込む方がダメージ効率はいいかもしれないですよね。さあ、今度は地上戦に打てが地上戦になりましたが、バトンカッターすごい持続ですね。下まで残って着地に今重なりましたよ。そうなので、無敵対空とか持ってないキャラは本当にすごい固められるんできついんですね、このキャラは。そうですね、ニコニコかどっかで対戦動画見たんですけど、ずっと爆制覇で固められ続ける動画を僕は見たそれをやってるのがこのゆいけいさんです。あっ、なんか地上に出してしまった、各班をもらってしまったぞ。いや、この展開でも各班を逃さないんですね、やり込み勢は。バトンが飛び交う、投げに行きたいのが効くず、バトンが当たって投げ前側ちょっとわからないみたいな感じですね。あのキックは空対空狙いで出してるんですかね。そうですね、おそらく垂直ジャンプのキックはバトン同士が出る。あーっと、ドロップキック早すぎたか。バトンが上から降ってくる。勝ったのはゆいけ、2対1。さあ、第2セットへ進みますね。さあ、ソフトは何にするんでしょうか。ソフトは爆裂。おっと、しかしゆいけいさんも爆裂は結構やり込んでるので、特にあの爆裂のですね、結構バグ的なネタを探すのはゆいけいさんのお箱といいますか。さあ、やり込んでいるよという解説に、いやいや、そんなことはないよと。さあ、手を振りましたが、ゆいけいさんどうなのか。実はですね、この間の先週ちょうどあの亀戸で対戦会があったんですよ、あの東京都の亀戸で、その時もあのゆいけいさん来て、で翌日になんか同人誌即売会みたいなのがあって、そこであのランマのこの爆裂乱闘編の解析本を出展してたと。はいはいはい。その前はあの長期ランマの攻略本を出展してたんですよ。まあ、自分で攻略本を作るぐらいやってこそ格ゲーですよね。そうさあ、それでは、1P 側ゆいけいさんがシャンプー、 2P 側キクズくんがアカネですね。